二日酔いのユートピーのト箱です今日紹介するのはこちら SH フィギュアツ全カイザーでございますバンダイがお忘れになっていたスーパー戦隊のフィギュアツがようやく復活しましたまず久々に出たのが全カイザーということでね楽しみだねじゃあ開けていきましょう はい、通り出しました。幾年かの時を経て、ようやく復活したスーパーセンタのフィギュアツですけども、なかなかの気合いの入れようですね。すごくスタイルが良くて、継ぎ目がね、あんまり感じないようなね、造形になってんの、めっちゃ素晴らしいね。やっぱスーツ感あって、本当の人間な感じがしてね、この前回ザーはもうサンプルの時点でめちゃくちゃ楽しみにしてた。じゃあ細かく見ていこう。はい、マスクはこんな感じでございます。ゴレンジャーの赤レンジャーを意識したような、 デのブルーのゴーグルのところはクリアパーツで中の点々はあれだね穴が開いてるわけじゃなくてプリントになってるんだね特に違和感はない造形で素晴らしい額の45もちゃんと再現されてます塗装も細かいねこの仮面ライダーみたいな角もちゃんとね再現されてますよまあ軟質ではないのでこれめっちゃ破損注意だわ折れちゃったら普通に色違いの赤レンジャーになっちゃいそうでこんな感じで後頭部とかは特に違和感はないかなと思います 襟がねあるのでちょっとこれの鑑賞がどうなるのかっていうのは気になるかもはい胸のデザインはこんな感じでございますこのゴールドの塗装すげえ綺麗だねでゼンカイジャーのマークがあるとレインボーのラインに関しても塗装のはみ出し全然ないのでマジで気合入ってる白い部分とかは成型色ですけどもそんなにチープ感とかも感じないねで腕はこのような感じでございます腕の細さとか太さ周りも特に 違和感がないと肩アーマーはこんな感じの接続になってんだね。これが若干ね、ちょっと見た目的に目立つところではあるので、うまいこと隠していきたいですよね。手首パーツは開き手パーツ2種類に手刀のパーツとギアトリンガーを持たせるための手首パーツ付属しております。で、センターギアが入ったベルトはこんな感じでございます。さすがに開かないよね。そうだね、開かないね。まあ、開いたところでこれに入れるセンターギアはもう 付属はしないので別に問題はないですけどもこの辺の塗装も問題はないね。 で、太ももから、ブーツのラインはこのような感じ。この辺の塗装周りとか問題ないし、やっぱシワの寄り方とかも非常にリアルだよね。やっぱり戦隊といえばね、仮面ライダーとは違ってちょっと薄めなスーツ感がまたいいからね。マントはなんと布製の素材となっております。で、ちゃんと折り込まれてるところも再現してんだね。勝手に砲質パーツになってんのかなと思いましたけども、これはちょっと意外な嬉しさだったね。質感的にはなんかエナメルっぽい感じになって、 ってるのかな劣化とかがどうなのかっていうのはちょっと気になるところではありますけども柔軟性はめっちゃありますマントめくってみた背中はこんな感じのデザインになってんだね意外と僕初めて見たかもここは塗装集略なのかなよくわかんないけど一応レインボーのラインのモールドは入ってますね はい、ということで、フィギュアーツの全カイザー、細かいところを見ていきました。まあ、確実にかなり改良されてて、気合が入った商品であることは間違いないですね。作品人気もあって、この全カイザー自体も非常に人気が高いですからね。このカラフルな見た目とね、ゴールドの塗装がよく再現していたと思いますね。サンプル写真見るたびに、普通に実写の写真なのかなって思うぐらい、クオリティが高かったので、この調子でね、いろいろな戦隊のね、まあ、まずはレッドア あたりはね出してくれると嬉しいよねで可動なんですけども首の回転はねまあ案の定ねこの襟がめっちゃ干渉します一回転とかはできないですけどもある程度左右向かせることができるかなこのね襟はね軟質とかでもなくて普通に硬質なので破損注意かもで上もねそんなやっぱり向かないけども下は結構いきますで一番注意点なのが肩かな普通にこの状態で上げようとすると普通に肩は引っかか,かるので 一旦こう下ろしてててあげげ上上にに上るって感じになりますねなんか普通のアーツみたいにこうやって上げようと無理やりするとなんか壊れそうな感じがするのでそこだけ注意が必要かなと思います、まあ、それ以外のカード範囲に関しては邪魔するものがないのでかなりよく動かすことができますね開いた時に股関節の軸が見えないようになっているのも嬉しいところカイトの全力全開という声が聞こえてきそうですけどもこういったポージングも結構やってたよね気合を入れるためにその場でダッシュするような アクションをやってましたけども、これを再現できるようなこの手首パーツを付属するのもめちゃくちゃ嬉しいね。すごく全開イザーらしいというか、五色カイトっぽくて、僕めっちゃ好きです。全開イザーはね、ゴーレンジャーのアカレンジャーに加えて、ジャッカーのビッグワンっぽいね、雰囲気もあるので、その二つを組み合わせたようなデザインなんて言われてますけども、本当に秀逸なデザインしてますよね。他のね、メンバーがね、発売するかっていうのは、ちょっとわかんないよね。せっかく新しい素体ですけども、その素体 使いい回せななな人たちだからねまあ、ツーカイザははワン,チャンいけけくはなさそうですけどもどうだろうなぁどこまで展開していくんだろうなぁ個人的には今ドンブラザーズの方に出てる全カイザーブラックなんていうのは一番出しやすそうな感じはしますよね。ドン桃太郎もフィギュア使い決定してるのでそれと並べるんだったら全カイザーブラックもぜひとも出してほしいかなと思いますね。技術力がある人は自分で塗ったりして再現しそうな感じはしますけどね。ちょっと触ってて怖いなって思った部分がもう一個あります ここの肩アーマーのここの尖った部分とマントがね結構干渉しちゃうのでグイッてやると穴は開かないとは思いますけどもちょっとマント自体に傷みたいなのがついちゃう可能性があるのでそこが注意点もう1個かなと思いますねはいそして変身アイテムで武器であるギアトリンガーでございますこれすげえ造形細かくて塗装も細かいね多少のデザイン省略はあるもののギアトリンガーの文字があったりだとかマース部分 この鳥の顔とかも塗装はすごく綺麗だね反対側から見るとこんな感じでございますもう造形回りは申し分ないでしょうね結構小さいので塗装の粗さは致し方なしですけどねでギアを入れる部分はこんな感じさすがに開くことはできないっぽいねでここの部分は回すことはできますと めちちちちゃちっちゃゃくっいはい比較してみましょうこちら SH フィギュアーツの赤レンジャーでこっちが豪快レッドでございます赤レッドでかいねこうやって見るとで豪快じゃあは逆にちっちゃいね素体がめちゃくちゃ細身でございます戦隊アーやつってね赤レンジャーだかタンバルカンあたりで素体がね突然変更されてこの大きめで太めな素体になったんだよねこれも別に悪くはないんですけども戦隊って並べてなんぼなフィギュアなのでやっぱりこっちの豪快レッド系の素体 と並べる時はもうめちゃくちゃゃく下がって違和感があったんだよ、ね、まあそこからね数年の時を経てもうなかったことにされて全ザーが新しく出るっていうね全ザーのサンプル写真出た時は豪快レッドもなんか新規造形のリニューアル版みたいなのがいたのでそれの発売はすごく楽しみだね はい、ギアトリンガー持たせてみました。大きさとかは特に問題はないですし、持たせやすさとかも全然普通でしたね。やっぱりこれはね、欠かせないですからね、全カイジャーには。で、このマントがね、なんかね、肩のアーマーに微妙に干渉したりすると、ちょっとなびいた感じになるのがまた嬉しいね。これ狙ってやってたらマジですごいですよね。いろいろ全カイザーのポージングさせるために画像検索していたら、全カイレッドっていうのがありましたね。割と、放送開始して、 すぐぐらいにネット配信限定の番組で赤いゼンカイザーが出てましたねもう赤にしちゃうと完全に赤レンジャーまんまって感じでしたけどもあの全開レッドに関してもぶっちゃけこのリデコで再現できなくはないから出してほしいかなと思いますねてか一通り全開ザーのバリエーション全部出してほしいなと思うんですけどもこんな感じでギアを回すような全開ザーのポージングも決めることができます結構自然なポージングいろいろできるので本当に優秀 なねフィギュアーツだと思いますね。これを出すために数年間待ち続けたと思えば、まあ許せるでしょうって感じだね。前の戦隊はどちらかというと、レッド以外の選手も出そうとしたからちょっと失敗した感があるんだよね。もちろん戦隊は揃えてこそではありますけども、すべての選手に需要があるかと言われたら正直微妙なところではあるので、今回はまずはレッドだけでも揃えていただけたら僕はめちゃくちゃ嬉しいね。世代的には各レンジャーを出してほしいなと思います。前のフィギュアーではもうほぼ,ほぼ 人気ところを出していった感じだったので改めて出す場合は人気どころをまた出していくのかそれとも圧下されていない戦隊を優先していくのかっていうのはちょっと今後の動きに期待かなただせめて現行のね戦隊は出していってほしいのでまずはドンブラザーズはクリアって感じだね公式ブログとかだと戦隊を召喚するような前回座のポージングの写真とかありましたけども実際に召喚してるわけじゃなくてなんか半透明な戦隊が出てきて戦隊固有の能力とかを得るみたいな 演出だだったんだよね召喚したらどっかの泥棒みたいになっちゃうのでなんかそういったレジェンド戦隊たちの距離感とかも全カイザーってうまくやってたなと思いますねドンブルザーズも結構そんな感じだけどねやっぱやるとしたらこうやって同じポージングのね赤レンジャーと全カイーで並べるとこれは楽しいねこれ本編で見たかったなと思うところでありますけども最高だね新しい戦隊と一番最初の戦隊ですからねそしてこうやって見ると赤レンジャーのマスクかなり現代的に スタイイリッシュにしたののののががカイザーのもなのなんだなっていうのがねねよくわかります、ね、はい、豪快レッドと並べてみましたけども、めちゃくちゃ大きさに違和感があるな。体の太さ全然違うし、顔の大きさも全然違うから、もう豪快レッドに関しては早急にリニューアル版出してほしいね。出したら出したで売れると思うんですけどね。マジで頼むよ、バンスピー。参考展示で終わらせるのはやめてくれ。 SH フィギュアーツの全開ーですけどもひとまず戦隊アーツが復活してよかったねっていうのが大きな感想ですね久々に戦隊のフィギュアでねゴリゴリに遊んだ気がしますそしてサンプルからほとんど変わらずにほぼほぼそのまんまで製品版として出てくれたのもすごいなと思いますねバンスビーすごくねその辺ムラがあるけれども特撮関連に関してはまだそのサンプルの差があるってわけではないので全開ーに関しても非常にクオリティ高くてよくできていたと思います 他の戦士に関しては出るかどうかわからないですけども戦隊アーツがね今後も途切れることなくね続いていくことを僕は願いたいところせめてカックレンジャー出してほしいまあ予想としては普通にレッドと追加戦士あたりは出してくる感じは僕はしておりますので今後の展開に期待しておきましょうということで僕のチャンネルではこれ以外にも戦隊や仮面ライダーウルトラマンのフィギュアのレビューしておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではユートピーでしたありがとうございます